はい、こんにちは、ライムです。今回はキングダムハーツ3ゼムナス、こちらの性能解説、あとガチャ覚醒チャレンジまでいきたいなと思っております。で、このゼムナスについてですけど、まあ先月がアクアのね、キングダムハーツ3アクアが収穫金で出てきたので、まああれと同じような形です。ほぼ一緒っていうか一緒か、収穫金で1枚ゲットできて本体がね。で、覚醒専用メダルに関しては、こちらのね、専用のガチャを回すという感じで手に入れることができます。プラスビップコイン等もついてきますので、これ1500ジュエルかな、アクアと一緒で、はい、っていう感じなので、かなり覚醒チャレンジもさせやすいし、入手難易度も低い、まあ、完全無課金貫いてる人は絶対手に入らないメダルなんだけど、まあ美課金以上の人だよね。美課金以上の人だったら、まあ1400ジュエル入れれば絶対誰でも手に入るといった感じで、まあかなり扱いやすいし、覚醒チャレンジまでもお得にやりやすい感じかな、普通のガチャとかと比べるとね。はい、でさらに今回ゼムナスキャンペーンというものがあります。収穫金を4回以上だね、まあ4回だね、4回以上っていうか、まあ今月ずっと収穫金していると、まあ、ガードアップ XL3 が配布されますよと。でこちらに関しては、まあ後から、4回プラス、収穫金、さらにね1400ジュエルのやつ買っても無駄ですよと。8回以上購入してもスキルの配布数は1点のみというところなので、この辺はね皆さん注意ですね。はい、で気になる性能なんですけど、まあすでにこれに関しては、性能に関しては、まあリークとか見てもすでに出てたところはあるんだけど、はい、まあ簡単に言うと、めちゃくちゃ簡単に言うと、ソラアルティメットホームの廉価版って言った方がいいのかな、ソラアルティメットホームの廉価版といった感じですね。ただ属性がもちろん違うので、ソラアルティメットホームはまあスピードのアップライトで、ゼムナスに関しては、パワー属性のリバースってところがあるんで、もちろんね属性っていう違いがところがあって、まあ、使い方とか入れられるキーブレードももちろん変わってくるんだけど、まあ、単純な性能で見ると、まあ、アルティメットホームの、まあ、劣化版だし廉価版になってくるのかなと。まあ、やっぱりアルティメットホームがガチャだからね、なんせ向こうが一応まあ普通のガチャよりはだいぶ安めとはいえ、1万5000ジュエルでまあ1枚手に入ると、天井回避とかなければね、手に入るような感じで、一方ゼムナスは1400ジュエルじゃねえ、1400円投入すると絶対手に入るようなメダルなので、まあ全然価値が違うんですよ。1万5000ジュエルっていうと、普通に課金すると9800円なんですよ、約9800円なんで、9800円とね1400円のメダルじゃ、まあそれは性能差があって叱るべきだよね。逆にこっちがさ、ゼムナスがアルティメットホームと同じような性能、全く同じ性能、ただのリバース版だったとしたら、不満は出るよね。逆にアルティメットホーム買ってる人が不満出ると思うんで、まあこれは仕方ないのかなって思います。でゼムナスどの辺がねアルティメットホームと違うのかとか、現状のメダル、アルティメットホーム以外のメダルと比べてどうなのかなって話もしますけど、まずゼムナスが攻撃力3091で全体攻撃で、一旦リバースメダルの攻撃力がプラス1500で、闇バフが15段階、攻撃バフ15段階、パワー属性バフ15段階、ギルト 200%、 残りゲージが多いほど技の威力がアップ、4連続アタックで、ここがねゼムナス結構でかいのかなって気がするんだけど、消費ゲージ0っていうのは、最近のメダルだとまあ帰りとかシオンはあるけど少ないんだよね。最近結構アビゲージの消費が多いようなメダルが結構多いんで、本当に、うん、ここに来て消費ゲージ0はすごいなって思った。これはいいなと思った。でギルト9で、アビ倍率が、まあ、ここがちょっとね、ネックなんだけど、最低倍率 41.80 から最大倍率56倍という風になってます。はい。まあ、何がネックかっていうと、アビ条件がちょっと厳しめなんだよね。アビゲージが多いほど技の威力アップなんで、で、かつ、
赤のリバースなんで入れるデッキっていうとやっぱりダークバイターになってくんのかなって思うんですよ。今単色キーブレードの、ブーストとかかかってるんで、ゼムナスを本気で使おうと思ったらまあダークバイターだよね。だってこれバフの内容がさ、攻撃プラスバフなんでね、リバースデッキでリバースで統一して使いたいじゃないですか。アップライトとか変に挟んだりするとフェンリルとかでね、4枠目にゼムナス使って入れ戦いますみたいな、まあ別にそれでももちろんそれなりにはもちろん強いと思うんですけど、攻撃プラスバフを生かすとなったらやっぱりね、ダークバイターとかに入れて、まあゼムナスいっぱい入れてもいいし、まあアンジェリックアンバーとかね持ってる人だったらそっちで代用みたいなことももちろんできるしっていう感じで、攻撃プラスバフ伸ばしてった方がまあいいのかなっていうところもあるので、それ考えるとまあダークバイターで使うと思うんですけど、ダークバイターっていうとね、ゲージよ、アビリティゲージが11とかそんぐらいでしょ。だってダークバイターって強化してればもうちょい上がってるんだろうけど、まあつっても11、12とかその辺だと思うので、それ考えるとなかなかこのアビゲージ系のね、条件は結構酷なんですよ。はい、これただそこでこのゼムナスの消費ゲージ0が光ってくる、光ってくる、これすげえなと思った。うん、これならな何がすげえなっていうのか、ゼムナスをもう並べろよって。え、アビゲージが条件、じゃあゼムナス並べればいいじゃないみたいな運営の声が聞こえるようですごいなって思った、まあ、確かにそうなんだよ。ね、要するにアビゲージをマックスのまま最後までいけばいいだけだから、ゼムナスを使えばいいので、消費ゲージゼロならいいんだよそうだから理想はゼムナスを4枚並べる、収穫金、今月ね4回してゼムナス4枚ゲットして4枚並べる、これがやっぱまあ理想系なんだけど、理想系ではあるんだけど、まあ、そこまでしてもね、そこまでしてもアルティメットホームにはかなわないんですよ正直。アルティメットホームもまあ最大倍率56倍ぐらいだったと思うけど、あれがね無条件なんだよね。アルティメットホームがゲージが高かろうが低かろうが、 HP が多かろうが少なかろうが、どこの配置に置いても56倍出るんだよね全体で。しかもアルティメットホームは全属性に有利って効果もついてるんで、そうなんだよ。ゼムナスだとスピード属性にしか弱点出せないんだけど、アルティメットホームは全属性に弱点出せるわけだから、いけるクエストとか火力が出せる敵の数とかがもう圧倒的に違うんだよね。うん、まあもちろん入れられるキーブレードとかも変わってくるんだけど、まあそれにしてもスピードのアップライトは、まあ、まあ赤のリバースも結構入れられるキーブレード多いんですけど、スピードアップライトの方が攻撃プラスバフっていう意味で言えば使いやすいのかなとか、スタラとかね、まあ、今あれか、ブレイカーがね、ブレイカーがリバースもアップライトも両方入るんで、使おうと思えば別にそっちでも使おうと思えば使えるんだけど、まあブレイカーが言っても赤パワー属性の枠が5枠目しかないんで、ゼムナスをブレイカーで使おうと思ってもそんなにうまいこと使えないと思うんだよね。一方でスピードのアップライトっていうとブレイカー2枠あったと思うんで、うん、その辺で結構うまく使えそうだし、なのでまあそういった意味でもアルティメットホームの劣化ではあるんだよね。まあだから本当にまあ本当極論言えばね、アルティメットホーム4枚とか4枚とゼムナス4枚っていう極論で言うとね、もちろんアルティメットホームの方が強いんだけど、やっぱりかかる金額が全然違うので、そこまでに行くための金額がアルティメットホーム4枚揃えるのに、まあ要するに約4万ですよ、約4万円の4万円分のジュエル必要で、ゼムナスに関してはまあ4回収穫金しても5600円かな、5600円、4万円と5600円の違いがここに出てくるわけそうなんですよね。でゼムナスに関してはしかもカウントなしとかカウントプラスが一切ついてないんですよ。まあスーパーバーストにカウントプラス3はついてるんだけど、その辺の違いもあったりとかするんで、基本的にアルティメットホームの方が強い。ただバフとデバフの内容が違うんだよね。アルティメットホームに関しては属性バフ、光バフ、光デバフとかそっちが強めで、攻撃バフと防御デバフは一切ないんだよねアルティメットホームは。
まあ向こうはちょっと全属性ってとこがついてるんだけど、そういった使いやすさもあるんだけど、まあ一方でこのゼムナスちょっと違うんだよね、アルティメットフォームと。何が違うかっていうと、アビリティの方に攻撃バフ15段階ついてて、スーパーバーストの方に防御デバフ15段階ついてるんだよね。これ結構優秀ですね。スーパーバーストに防御デバフ15段階ついてるのはかなり強いと思う。これはまあ、例えばバリアマスターか。バリアマスターの対策だったりとか、リセットしてくるとかね。上書きで、デバフしてくる敵みたいな感じだと、敵の場合だとまあ結構有効に使えるので、スーパーバースト自体はかなり強いと思う。バフデバフもかなり強いね、ゼムナス。強いんだけど、って感じだよね。で、ゼムナスに似たメダルがもう一枚あるんですよ、これ。ゼムナスに激似のメダルがもう一枚あって、それが、これ。ご存知。ご存知、アクセル HD。これがね、ゼムナスにめちゃめちゃ似てるんですよ。これ、ゼムナスと同じで、アビリティゲージの多いほど技の威力がアップっていうメダルで、で、アビバイ率自体もほぼ一緒。最低倍率が約41倍。約41倍から 56.9 倍だったかな。ぐらいまで上がるんで、ほぼ一緒だね。だから、アビバイ率も。で、同じギルト9で、ってところまで一緒。で、何が違うかっていうと、まあ、攻撃力だよね。攻撃力がアクセル HD か、これ理想覚醒でステボついてるから、結構違うね。3万2000だから。まあ、だいぶ違う。これ2万、攻撃力2万7000ぐらいだっけ？ちょっと計算すんのが今すげえめんどくさいからだけど。まあ、ただ、攻撃力結構違う。3000ぐらい多分違うと思うんで。しかも、ゼムナスは、アビ倍率のとこに、アビ倍率じゃない、アビ上、ん？アビリティ内容か、アビリティ内容で、攻撃プラスバフ。リバースメダルの攻撃メダルの、攻撃力が1500アップがついてるんで、実質ゼムナスは31500あるんですよ。ステボじゃなくても。その差もやっぱでかいかなってところがあるけど、ただアクセルはアクセルでやっぱね、強みがあるんですよ。これアクセルの解説動画で言ったんですけど、アクセルはね、この、アビで、自分のスーパーバストじゃなくて自前のアビで、攻撃バフ15段階、防御デバフ15段階できるんですよ。これが結構優秀。これができるメダルっていうのは、まあ、カイリシオンとか、限られてる。あと、あれか、KH3 リク、ヤングゼアノートとか。その辺に限られてるので、これ結構貴重なバフデバフ。で、赤のリバースで言えば、アクセルしかないはず。現状だと、このバフデバフができるやつって。まあ、ゼムナスがね、スーパーバーストまで含めれば同じことできるんだけど、まあ、やっぱりスーパーバーストね、1回しか使えないから戦闘中。3ターン戦うみたいになった時に、これ結構生きてくる場面あるんじゃないかなと思って。その辺での差別化だったりとか。あとこっちカウントプラス1ついてんだよね。ゼムナスはスーパーバーストでしかカウントプラスはできないんだけど、カウントプラス1ついてるのもでかくて。これもまあ、クエストによって、クエストとかね、あと手持ちか。手持ちで、だいぶ、使い勝手が変わってきたりするのかなとか、思ったりするので、単純な攻撃面だけで言えばね、アビとか度外視で攻撃面だけで言えば、ゼムナスの方が強いけど、こういったところを見ると、まあ、アクセル HD まだ全然使えるとは思いますね。僕も多分これ、まあ、今後もね、全然使っていくとは思いますけど、まあ、単純にこのアクセル HD が好きな人ももちろん多いでしょうし、まあ、別にアクセル HD が死んだとかいうわけではないですけど、まあ、なんだろうな、結構、ジュエルに余裕がある方とか、お金に余裕がある方は、多分ゼムナスね、4枚ゲットして、ゼムナス4枚の理想覚醒作った方が、もちろん強いんだろうけどね、攻撃面で言えばね。まあ、ただそれはあんま現実的じゃないしね、結局は、まあ、多分、僕もそうなんですけど、ゼムナス1枚理想覚醒まで作って、まあ、アクセル HD とかと、まあ、一緒に同じデッキに入れていくみたいなのが、結局そういう風になっていくと思うんだよね。まあ、ゼムナスの、まあ、アクセル HD もそうなんだけどさ、アビゲージが条件ってところがネックだよね。はい。
まあ、そんな感じなんで、まあ、ゼムナスは間違いなく現状の赤のリバースで言えばねトップクラスだと思います。アップライトで言うともうアルティメットフォームがいるんで、うんうんって感じなんだけど、そうだから単純な強さで言えばアルティメットフォームの方がやっぱ強いのでその辺ですよね。でリバース全く使わないっていう、人だったらもう割り切っちゃってゼムナス取らないっていうのもありだけど、まあリバースアップライト吸収の、敵とかもねたまに高難度で出てきたりもするのでそういったところもあるけどね、うんって感じです。まあ特にそのなんだろうな本当に完全無課金でやってますって人以外だったら普通に主課金してもいいとは思いますね。僕はゼムナスは普通に強いと思います。まあそうだよね、よくまあ考え方によっては今まで普通にガチャで、手に入れたメダルクラスの性能を持ったメダルがね収穫金で手に入ってしかも覚醒もさせやすいっていう感じだからね、だからお得といえばお得なんだよね。っていうかゼムナスまだやってなかった僕ちょっとやってくる。はい、というわけでガチャで覚醒チャレンジいきたいと思うんですけど、そう少なくともねあのセフィロスとかこの間復刻してましたけどセフィロスとかよりは絶対強いゼムナスの方が。やっぱセフィロス前にも言ったけどアビバイ率低いんだよね。アビバイ率がやっぱ昔のメダルなんでだいぶ低いんですよ。それ考えてやっぱ攻撃プラスバフもついてるしね、まあ圧倒的にゼムナスの方が今となっては強いのかなっていう感じはありますよね。はい、ということで一応ここにセットしてからガチャに行く行きます。まあ行きますって別にこれさ何のワクワク感もないわけだけどね、これ覚醒メダルしか出ないんだから、これ別にねここ飛ばしてもいいくらいなんだけど、とりあえずちょっとずつ やっていくのが無難。この10回で覚醒つくっていう可能性もあるからね、あの理想覚醒。ゼムナスはもちろんのこと追撃が欲しいね。追撃、あ、アビゲージも嬉しい。アビゲージも嬉しいけど、まあ、これもちろんあの理想覚醒のあれだね、理想覚醒つかなかった人はアビゲージあの妥協でつけとくっていうのもありかもしれないです。いや、まあ、ゼムナスだったら間違いなく追撃だね。攻撃プラスバフ盛りたいもんね。ただこれなんだっけ、前回のアルティメットホームか、アルティメットホームの覚醒チャレンジの時、お、いいね、覚醒チャレンジの時に結局35枚から7枚ぐらいになったんだっけ、結果28枚ぐらい使ってようやく理想覚醒ついたんだ。 OK、 ナイスナイス。今5枚でこれは結構運いいと思う。あと地上つけばもう9大点 OK、 全然 OK。9大点っていうかもう追撃さえつけばね、もうバフメダルとして使えるからね、追撃だけで。空中か、あと追撃つけばもう万歳ですよ、もう万歳ですよ。攻撃力もね、おお、いいねいいね、マジか、いいよいいよ、これすごくない、これすごいよ。だってまだ8回で覚醒チャレンジ、8回でこれはすげえいい方、めちゃめちゃ運がいい方。お、終わった、マジで1枚余る、これは近年まれに見る運の良さ、これやべえわマジか、さすがにこんだけでつくと思わなかった。ただこれ夢あるね、これ見た人はあれでしょ、もう収穫金したくなったでしょ。だってね、1100円入れて、まああとガチャ2回3000ジュエル使って理想覚醒ですから、これ夢あるな。まあ、みんながみんなもちろんこういう風に行くわけじゃないし、アルティメットホームの時この覚醒になるまで28回かかったわけだからまあそれ考えるとあれだよね、どっこいだよね。だってね、28+9だからね、まあそんなもんかってなるよね。そんなもんかですよ。だから平均しても18回とか19回ぐらいってことですよ。それぐらいで理想覚醒つきますみたいな。まあでももう実際はリアルなところ、あの理想覚醒つけるのにだいたい20回以上は普通はかかる、今までの経験上普
通は20回以上の覚醒チャレンジは必要ですね。これは本当に運がいい方です。なんで、みんながみんなこうなるわけじゃないですけど、まあ少なくとも普通のガチャとかで覚醒チャレンジつけるよりはだいぶね、まあ、例えば前のあの、6サスとかね、6サスの覚醒チャレンジはひどかった。あれガチャ1回回して1回しかできないし、あれはひどかった。そういうの考えると、だいぶ優しいね、この仕様は。収課金で本体、ガチャ1500ジュエルで、学生メダル5枚、これだいぶ優しい方だから、うん、これを機にね、今まで美課金ってやってた方も、まあ理想覚醒のメダル、まあアルティメットホームももちろん全部ナスも作っとくみたいなことも全然いいかなと思う。これ当面腐んないと思う、間違いなく。まあ腐んないと思うんで、アクアに関してもね、未だにっていうか、まあ出てまだ1ヶ月ですけど、まだ全然アクアはトップクラスだし、うん、まあそれはね、1ヶ月で腐ってたらって話ですけどねそりゃそうなんだけどさ、はい。なんで攻撃プラスバフも持ってれば腐んないでしょ、追撃持ってても。まあ今後ね、あの攻撃プラスバフ自体の性能もね、2000とか3000とかなってくかもしんないけど、まあ美課金とか、無課金の人だったら毎回毎回ね、そんな風にガチャの理想覚醒とかもつけられるわけじゃないと思うんで、こういうお手軽につけられる時こそつけといた方が、まあ後々も使えるのかなって。いまだにだって空のねイラストバージョンとかも僕使ってるしね、全然攻略動画でも使えるレベルの強さだったりするんで、あれだってもう出たのなんだかんだでもうね、数ヶ月前のメダルだからね。はい、まあそんな感じなんで、ゼムナスは課金してもいいと思います。1枚まさか余るとは思わなかったな、これね、1枚逆に余っちゃうとちょっと、うん2枚目も作ろうかどうか悩んじゃうよねはい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。ぜひね、参考にしてみて、悩んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。